ハイドワークショップギター紹介のコーナーです。本日はですね、岩間ギター380というナンバーの型番のギターですね。1960年から70年ぐらいに、製造されたというギターです。で、頭はヘッドはですね、ステロヘッドになってます。トップはシトカスプルースだと思います。サイドバックも、マホガニーが使われているのかなと思います。で、これ入手した当時はですね、なんかクラシックギターに見えるんですけど、鉄弦がもともと貼られててですね、私も引き継いで鉄弦でやってます。で、見た目ちょっとブリッジ大丈夫かなと思うんですけども、これここのインレイの下にですね、トップと、ブリッジの、ピンが入ってるんで、しっかり固定されてて、もう60年経っても浮きなし、トップの変形もなしで、ネックも、やや順ぞりですけれども、6弦側で3ミリ、1弦側で 2.9 から3ミリということで、安定した弦高を保ってるんではないかなと思います。こういった古いギターがですね、もう60年経ってるんで、そこそこ乾いたいい音になります。ウェザーチェックもあります。はいはい、こういったギターの音をですね、今日は聴いていただこうと思います。で、今日は絶好のですね、お天気で雪が降っております。雪にちなんだ歌をお届けいたします。聴いてください。お願いします。ちなみにですね、この収録は、スマホで撮ってます。高価なマイクアンプと通しておりません。スマホからの直音です。聞いてください。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も時を知り、ふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は君になった。去年よりずっと綺麗になった。始めた汽車の窓に顔をつけて、君は何か言おうとしている。君の唇がさようならと動くことが怖くて舌を向いてた。時が行けば幼い君も大人になると気づかないまま、今が春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。Bye.
がとうございました。